皆様こんにちは、なりわでございます。今日はすっぴんです。はい、視聴者様のリクエストもございますけれど、76歳になりましたので、その記念としまして、76歳の時のすっぴんからメイクをしていきたいと思います。で、今回はメイク用品2点ほど東急ハンズさんの方で、購入してきましたので、そちらも紹介しながらメイクをしていきたいと思います。購入品紹介2点と、そして、今日の76歳の記念のすっぴんからのメイクを始めたいと思います。もうスキンケアはね、済ませておりますので、早速やっていきたいと思います。まず下地ですが、こちらですね、こちらはパーリデューの肌ツヤ映えミネラル CC カバークリーム美容液ファンデーションとなっております。こちらは SPF50 のペーハープラス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 4つですね。あ、50プラス、あのペーハーは50プラスで、PA がプラス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 でございます。では早速やっていきたいと思います。これとっても下地としては優秀で、すごくね、肌ツヤよく見せてくれますね。年齢がこう、なんて言うんでしょう、上がってくると、こう肌はね、わりかしちょっとツヤが多少出ていた方が、あまりテカテカとツヤが出てるのはあれですけれどね、多少は出ていた方が若めすると思います。では、やはり 年齢とともにこの目の周りでしょうかね、皮膚がだんだんたるんできてしまいまして、こう素顔になるとよくわかるんですが、ね、目の周りがからなんかこう皮膚がやっぱり薄くて、敏感ですので、いつもねこの目の周りはあまりこう刺激必要以上にこうねゴシゴシやっていると、そこからやっぱり皮膚っていうのは下のコラーゲンでね支えられていますので、そのコラーゲン層っていうのが壊れていってしまって、そこから壊れたところがこうへこむので、そこがシワになったりするんですよね。なので、まあ目の周りはできるだけ優しく優しく、あまり強くねゴシゴシやらないで、できるだけ優しくいたわるように、年齢がねいくに従っていたわってあげたいと思いますね。これで綺麗に均等になりましたでしょうかね。で、夏がね、今日は撮影日が10月の4日月曜日なんですけれど、夏が過ぎますとこう首とこのお肌の差ですね後でちょっと こちらをねなんとかしたいと思います。もう少しするとタートル来ますので、そうするとあまりね首は気にならなくなってきますけれど、しばらくの間ちょっとこう日焼けしてますので、差がね出やすいですよね。そして次、ファンデーションなんですが、現在はちょっと待ちください、はい、こちらのねファンデーションを使っているんですが、これの後に私は使いたいと思いまして、使用したくて、東急ハンズさんの方で、こちらのねメベリンのミラクルなんだロングスティック処方という、自然派ミネラルラスティングファンデーションというのを購入してきました。こちらね意外とカバー力が強くって、ちょっとでいいんですね。少しで、伸びがよくって
カバー力も結構強いですね。これメイベリンの SP、ミネラルリキッドロングキープオークルの1ということで OC1 のカラーでございます。オークですね、オーク色。こちらのお値段が2090円でございました。2090円。ではこちらをね、使っていきたいと思います。あれどうなってんだろう、ここでいいのかな。お、あれ取れないけど、よっこいしょはい、取れましたでは、これもう、あ、これちょっと水っぽいですね。振った方が良かったのかな、ちょっと待ちください。まあ、とりあえずですね、最初ちょっとね、これ振って使えばよかったんでしょうかね。水っぽくてファンデーションなんだかなんだかはい、ちょっとねあれでしたね。ほんのちょっと、ほんのちょっとだけちょっと足りないところをね足したいと思いますね。あ、でもこういうものなんです。ちょっと結構水っぽいのかな、ちょっと出しすぎたかな。もうね、ワンプッシュでいいんですね。ほんとワンプッシュで全体にこう乗るので、しかもわりかしカバー力が強くって伸びがよくって、あの前使っていたあのこれとちょっと違うタープ、ちょっと新しく製品がなったんでしょうかね、以前使ったのと同じものが欲しいと思ったんですが、今はねこれしかないようで、 たまたま売り切れてたのかもしれないんですが、とりあえず、まあ、こちらをね購入して試してみたいと思いますね。どうでしょう、余ってしまいましたね、手についたのではこれをせっかくなのでちょっとねお首の方に、結構伸びますでしょ、こうやってね。これ使わなくてもいいかな、もうこれでちょっとだけね、ちょっとだけこう後ろの方があれなので、意外と後ろがね、首の後ろっていうのはすごく日に焼けてますからね、これで OK かな。では次、あのもう一つ、もう一点東急ハンズさんで購入してきたものがございます。こちらでございますね。これはあの現在おっとっと使っております、同じものでございます。なので今使っているものでいきたいと思いますね。チャコットの、こちらは、プロフェッショナルズフィニッシュニングパウダーの
のクリア763番のクリアでございますね。こちらもそうだと思うんで、あ、番号が違いますね。変わったのかな。ちょっと待ちください。どうやらあのものは同じなんですが、名称も一緒ですけれど、番号がね773番にあの変わったようでございますね。こちらはジャコットの、フィニッシングパウダーのモイスト 20g クリアタイプの色で773番となっております。なので、せっかくですからこちらの方をね、使っていこうかと思います。それと、こちらにはねパフがついてないんですね。ついてないので、あ、そうだ、シールを剥がしましょうね。よっと剥がしてと、そして、パフがついてないので、同じくチャコトさんで、パフも購入してきました。こちらお待ちください。ちょうどここにねぴったり入る大きさですね。こちらのファンデーションの方が1980円で、パフの方が2個入りで660円でございました。こちら両方ともチャコットさんで、購入をしてきました。ではせっかくなのでね、こちら本当はねおっと同じものなのですけれど、まあせっかくなのでこちらでちょっとやってみたいと思いますね。あのこれあの透明タイプって言いますか、クリアなタイプなので、あの本当薄付きで、あのお肌をね透明感のある感じに仕上げてくれるので、あの試しに使ってみたらとっても良かったし、結構長く持つんですね。なのであのまた気に入ったので、もう少しでねなくなりそうなので、購入してきました。では次は、お次ですが、購入品の紹介はもうこれで以上で終わりでございます。いつもね私ね、この後にちょっとねあのなんだろう艶っぽく見せたいので、こちらのねパフも重ね付けをしております。あのさっきのがね結構薄くこう乗ってくれるので厚付きにならないので、こちらモイストラブの BB プラスルースパウダー透明パールタイプというもので SPF30 のペーハープラスプラスとなっております。これは名色化粧品となっておりますね。はい、懐かしい響き。こちらはドラッグストアの方でねだいぶ前に購入してきまして、これね結構お安いのであのまとめてねちょっと 2,3 個買ってきておりまして、お値段ちょっとね忘れてしまいました。もうレシートもありませんので、過去の動画にね多分載ってると思いますので、よかったらあの探してみてください。お安いですねこちらね、いくらだっかな、2000いくらだったような、そんなにしたかしらそんなもう記憶がねあの曖昧で申し訳ないです。それよりメイクに専念したいと思います。はい、これであのベースメイクは終わりでございます。次はあのポイントメイクなんですが、私はあのシャドウとかアイラインとか一切使いません。もうこのあとはチークを塗って、そして、リップを塗って、あと眉ですね。チークがこちらはですね、はい、こちらはナリスのグロリーアートのパーフェクトシルキーカラー、チークフェイスカラーの04番ベニアカというものを使っております。中は、ちょっとこういう感じの色ですね。はい、そして、あとはあのリップなんですが、私ね、
亡くなるまでしつこく使うタイプなんですね。これはもう間もなくもうこれで、最後になりますので、今日のメイクでこれはちょっとね、終わりにしたいと思います。これ158番ですね。こちらナリスのリップで158番を使っております。ちょっとこれ本当にもうねしつこく使っても、もうね本当底が見えてきてなくなりましたので、今日でこれはお別れしたいと思います。あとはアイブロウをしたら終わりでございますね。こちら100均ダイソーさんで購入してきました。オートアイブロウ、OPOK の2番で、色はこれグレーですかね、グレーだったと思います。はい、メイクはこちらで終わりになります。ちょっとでは今から部屋をね整えて、ご挨拶をしたいと思いますので、しますので、少々お待ちください。はい、これで、部屋も整えてきましたので、メイクの仕上がりとなりました。皆様方いつもナリワの動画を視聴していただきましてありがとうございます。またお目にかかりましょう。ナリワでございました。では。Thank you.